チムチムさん、ユウちゃんさん、S さん、QS さん、マスターさん、ウタさん、ノガさん、こんばんは。アンジーさん、こんばんは。から救助。いろはさん、ミニーさん、もっこさん、こんばんは。めぐみさん、こんばんは。今始めました？やりましょう、皆さん。ドンパッチさん、ナオミさん、こんばんは。足が寒い。ユカポンさん、こんばんは。中島さん、こんばんは。さくらさん、こんばんは。マッチしませんな。初見ですっていうのは流しますよ。反応するとね、めっちゃ湧いてくるんで、初見ですさんが。初見ですまみれになるからね、反応したら。キナさん、こんばんは。レモンさん、こんばんは。そういう過去があったんで、流すことにしてます。みんな言い出すからね。
ポーンさんこんばんは。バルゴさんこんばんは。店長さんこんばんは。アーカイブレベル3、早いね。もうみんな終わったんすか、レベル2。俺まだまだなんすけど。まだまだですよ。熱っ、つけたら熱いな。水兵さんこんばんは。電気ショック、またこれか。これ嫌やね。あ、クラウになった。これだけ待って、これだけ待って、エラー痛いな。ボロ体がない。綾瀬さんこんばんは。大左衛門さんこんばんは。うららさんこんばんは。爆裂剣さんありがとうございます。こんばんは。愛さんこんばんは。コンさんこんばんは。ささみさんこんばんは。ジャストミートさんこんばんは。初コメありがとうございます。長いね。
愛犬さん、流星さん、皇帝さん、こんばんは。マッチングしません。しませんね。今日はね、ちょっとキラーできないですよね、キラー。コントローラーがちょっと下手ってまして、キラーやるとね、足が遅いんですよ。左スティックがね、調子悪いから、キラーできないですよね。追いつけない、サバイバーに。この間もなんかおかしいなと思ってたんですよね、この間の配信中ね。なんか追いつけんなって思ってたら、あれでしたね、不調でしたね。ヒトさん、イロハスさん、こんばんは。コントローラー壊れすぎっすね、ほんまに。今回2週間ぐらいしか持ちませんでしたね。まあ、タダで治るからいいっすけどね、1年間は。俺、1回買ったらね、1個のコントローラー1年間で4回ぐらい交換してもらえますからね。皆さんも壊れたらあれっすよ、交換してもらった方がいいっすよ、タダなんで。送料もタダやからね。送料タダ。全部タダ。で、スティックの故障やったら、電気系故障になるから、新品と交換してもらいますよ。新品と。たまにね、今その色がないんですって言われて、レアな色が来ることもありますよ。レアな色。自分前ね、クリアのコントローラーがなかって、で、あれっすね、迷彩のコントローラーと交換してもらいましたね。黒さん、こんばんは。あ、握力強いっすよ、自分。握力だけが取り柄なんで。まあ、取り柄っていうか、いらない取り柄やけど。もう俺、左スティックの内側は粉吹いてますからね、毎日。粉。粉まみれっすよ。こすりすぎて、粉吹いて。12のさん、こんばんは。カリエスさん、こんばんは。俺ね、野球やってたんで、握力強いですよね。野球やってた方は絶対強いんで、握力。一般人より。クラクラさん、ピックさん、クラウンウーターさん、こんばんは。いや、ムキムキではないですよね。握力ってね、筋肉ある人が強いって感じするけど違うんですよね。例えば、プロ野球選手で、カブレラっていたでしょ、カブレラっていうムキムキの、めっちゃごっついの。あいつ、あんな体しとって、握力50ちょっとしかないからね。50ちょっとしか。俺の方が強いですよ。あと、GG 佐藤も。GG 佐藤とかでも、あんなに立派な体してるのに握力50ぐらいから。と思えば、栗山って知らないかな？今も現役なんですけど、西武ライオンズの栗山っていうの。あの人は80ぐらいあるからね。握力80。やばいでしょ。筋肉違うんですよね。マナハさん、こんばんは。握力ある方が野球は有利っすね。よくね、重いボールって聞きません？球が重たいっていうの。わかります？球が軽いとか、球が重たいとか。握力ある人の方が球が重たくなりますね。重さっていうのはスピードじゃないですよね。スピード遅くても重たいボール投げる人は投げるから。
自分はですね、リンゴね、あの爪食い込ませてからやったらブチュってなりますよ。それじゃないと無理やけど、そのままは無理っすね。爪立てて中にキュッて食い込ませてからやったらブチュって。昔はね、今は無理かな。もう何年もやってないけど、現役の時は、現役っていうか野球やってる時はできてましたね。あ、そう、剣道とかね、やってる人も握力強いっすね。物を掴む競技やってた人は多分強いね。ピッチャー、あ、ピッチャーもやってましたよ。でも俺、まっすぐしか投げれないんですよ、俺。あ、球の回転数関係ありますよ、はい。回転数があるほど、落ちないですね、球が。沈まない。あ、柔道はやばい。俺あの一番喧嘩強いのは柔道やと思ってますからね。柔道強い人が一番喧嘩強いでしょ。捕まれたら終わりやからね。もうゆりいかさんこんばんは。自分高校の時にね、柔道部の子と喧嘩したことがあって、ボッコボコにされましたわ。手も足も出ない。手も足も出ませんでした。ボッコボコにされましたわ。柔道やばいっすよ、あれ。あ、おしゃれしてる。元気やね、みんな。もうやっとマッチしたから嬉しくてしょうがない。ネアチンが追われてるわ。山メガネさんこんばんは。豚ちゃんが、ぶったぶった小豚。誰か追われてるか。ないしてです。おこしてさんこんばんは。ね、楽しみっすよね、鬼。あ、これ光ってなかった。今光ってたな。こっち追ってくるかな。お、うまいね。あ、ごめん、見、あ、見えなかった、やば。やば、見えなかった。
ここは痛かったね。うわこれやばい、これ全部2またよ。ここここ楽しそう、ちゃんとチェイスやったらね、楽しそうっすね。これ全部2またよ。ここ3連2バトになってるわ。俺が壊すのこれ。守って。三連二窓。これ楽しいねこれ。これきついぞキラー、これ。あ、やってもだ。ちょっと背に隠されたらすぐ見あれやからやられるからな俺。しかもあれやね、あの窓枠の向いてる方向が全部一定やからキラーかわいそうやな。サンキュー。ごめん、もう板使うチェイスするわ。あ、来てるな。俺これ死ぬかもな。俺これ死ぬかもしれんわこれ。ドワイト先に行かしてな。譲ってな、死にそうやから俺。やべやべやべ、来た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 。よし、ちょっと一回回復しようか。次俺終わりやからな。え？ああなんで？なんですか？なんでバレた？あれか、なんかついてるかな、あの外したら分かるやつ。絶対そうやな。アドオン。成功したらなんかあれ映るやつ。阿部勝さんこんばんは。クラクラさん、あーでしょ、キラーやるようになったら面白いっしょ。マーさんこんばんは。のんかさんこんばんは。
4連窓。本宮さん、こんばんは。かばやきさん、こんばんは。はいせさん、こんばんは。ヒルビリでチェンソー吹かして追いかけてるだけで楽しい。爆弾さん、こんばんは。小屋から出たとき、あ、なんか音しましたよね。リノさん、こんばんは。彼氏がデトバイハマっててずっと占領されてます。いいっすね。デトバってあれっすよね、カップルでやる人とか夫婦でやる人多いっすよね、仲良く。にんじんさん、こんばんは。あきさん、こんばんは。今日キラーでやっと満点取れました。あー、いいっすね、やりますね、素晴らしい。ジェームスさん、こんばんは。無理休すんなよって限界になるんですね、わかります。あなた、この状況3台分チェイスしないと小遣い半分やからね。女性の方が強いからな、家庭って。家庭は女性の方が強いからな。ひらくさん、こんばんは。3台分はなかなかのノルマやね。ランク下げたら怒ります。リモさん、こんばんは。赤ランク帯ってどうやったら行きますか。あ、サバイバーは結構わりかしあれっすよ、ゆるいっすよ。救助は結構大事やね、救助。発電意識と救助がもうバッチリできてたらもう簡単に来れますよ。簡単にではないか。簡単にではないですね、すいません。キラーの赤隊は強いっすよね、もう本物っすよね。まあ中には自分みたいなのいるけど。あんまり大したことないっていう。安全救助と発電 1.5、 いや、もうちょっとやらないといけないですね。
ああ、翔さん、ありがとうございました。久しぶりっすね、翔さん。めっちゃお久しぶりや。カイリさん、こんばんは。覚えてますとも 覚えてますよ。ケズルさん、こんばんは。ケ。ヨズルさん、毎日配信お願いします。仕事中見てますからね、ケズルさんの配信。危ないからコメントはできないけど、流しながら運転してますよ。いや、無理です。隣人さんが帰ってきて、実力の追いつかない赤たえ。いや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 、半年ぶりに DVD やりました。一日中やってました。熱が上がりました。またやりましょう。トーテムって評価されるんでしたっけ？呪いのトーテムだけじゃなかったっすか？変わったんでしたっけ？いや、でも上げようと思ったらなかなか仕事しないと上がらないっすよね、サバイバーも。発電機3台回してもチェイスも救助もしなかったらプラマイゼロやしな。結構あれっすよ、仕事しないと上がらないっすよ。やられてもいいから、ちょっとぐらいは追いかけられとかないと厳しいっすね。チェイスのところの評価が、まあ、シルバーはもらわないと。スマートさん、こんばんは。マッチしそうな予感。お願いしますよ。助けてください。
アイラブ当てえちょっと待ってよ、なんて読むやろ。 AT さんでいいかな。 AT さんこんばんは。ヒデさんこんばんは。あ、俺の方になすってくださいね。俺いつもなすってるんで、なすってもらって結構。あ、いいっすよ。しゅんさんこんばんは。やーさいさんこんばんは。俺ほんまよくなするからね。俺ね、よくチェイスになったらジャングルジム行くんすよね。まあ皆さんまあ基本そうやと思うけど、でジャングルジムの中に発電機があることが多いからそれでなすってしまうんですよね。ああごめんなさいって。うまくできてますよね。チェイスポイントになる中に発電機を置くっていうね。まあそうじゃないとキラきついっすよね。ジャングルジムから離れたところに発電機があったら、サバイバーはもう何も考えずに悠々とチェイスできるからね。回す人もあれやし、安心やしね。ボンドナスリは来い俺この前配信中やりましたけどね、知ってる人と当たってなすりに行こうって言ってほんまになすってましたよ。あー、はちみつさん、そうっすよね。BGM で聞こえないときありますよね。てか BGM によってあれ音違いますよね、大きさが。チチ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 っていうやつが一番いいかな。あれが一番静か、 BGM。なんかまあ、チャッチャチャッチャチャッチャッチャーンってかいうやつがうるさい。カトパンさんこんばんは。ダイさんこんばんは。ミサキチさんこんばんは。あ、デモゴルゴンの BGM うるさいですよね。チャッチャラチャッチャラチャッチャッチャあ、キラーはね、もうクラクラさんアドオンガチガチでいきましょう見通し悪いところのチェイス講座、いやもう苦手っすね。さっきもそれでやられました。なんか緊張感ない BGM。 デモゴルゴンうるさいっすよね。シェイプのチェイス BGM 控えめで綺麗な緊張感があって花丸ティン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 ですもんね。鋼の意志は自分はつけませんね。でも人気ありますよ。いいと思いますよ、鋼の意志。エクスドさんこんばんは。MI さんこんばんは。ジャングルジム見通しね。ジャングルジムによりますかね。
ハントレスですか。ハントレスは難しいですね。自分ハントレス赤田いけないっすわ。アノンさんこんばんは。ジェンさんこんばんは。まあいけるやろうけど、ハントレスでも赤たいね、縛りでいけるやろうけど、でもめっちゃ時間かかるやろうね。今日はよく着られますね。ジェンさんこんばんは。言いましたっけ、15秒前のことを忘れてますからね。マッチ長いっすよね。まだ1試合しかやってないですからね。ブリンク回数のチャージ音。アレスチャンネルさん、初見玉です、こんばんは。モバイル版も出てますよ、出てますよ。モバイル版ベータ版ですけどね。俺7月か8月ぐらいにやりましたよ。今も携帯に入ってますよ。めっちゃやりにくい、めちゃくちゃやりにくいですよモバイル版。俺実況撮ったけどひどすぎて、アップしませんでしたからね。モバイル版やるぞーって言って実況撮ったんですよ、意気込んでね。いやもう止まる。まともに走れないし、キラーもなんかもう止まってるし、なんかもうゲームになってなかったんで、アップしませんでした。あ、音鳴ってたね。チャリンチャリンって鳴ってましたね。そういえばチャリンチャリンって言ってましたよね。ほんまやほんまや。腹痛、音量、まやかし、板壊し、カニバル。いやーナースはむずいわ。アイセさん、いってらっしゃいです。宮坂さん、こんばんは。ポコゾウさん、中野さん、こんばんは。マッチ長いっすね、長すぎる。実はね、今日ね、 DVD しないで、FPS のゲームやろうと思ってたんですけど、サーバーが一個もなくてやめました。悲しい、世界でサーバーが一個もないっていう。ちょっと本格的にFPS リハビリしようと思って、実はね、陰で Apex やってるんですけど、死ぬのが早すぎて練習にならないですよね、打ち合いの練習。だから他のゲームでちょっとエイムのリハビリしてから本格的にやろうかなと思ってるんですけど、北新さんこんばんは。
Apex はね、サイトとかに慣れないと分かんすね。サイトとか、普通のね、自分がやってた FPS っていうのは自分でサイトを決めれたんですよね。でも Apex って開いながらなんかやっていくやつやから、決まったサイト違うからね、サイトになれないといけない。自分はまあ、BF やってたんですけど、 BF の Cobra っていうサイトしか使ってなかったんで、コヨーテとコブラ、まあ皆さん知ってると思いますけど、その2つしか使ったことないから、もう他のサイトが来たらもう全然ダメなんで。だからちょっと練習しようかなと。大竹さんこんばんは。うちさんこんばんは。アーカイブ今ここっすね。15人服から救助。もとさんこんばんは。ノロでやるってどういう意味ですか？ノロでやる。ラリアットさんこんばんは。お、射撃場がアップデート、マジっすか。じゃあ今度やってみます、練習。アレスチャンネルさんこんばんは。 PS5 出たらやります。 PS5 来年っすよね。今日はキラーしないと思いますね。コントローラーが調子悪いんで、足が遅いんですよね。なんか左スティックがへたってて、赤ピンっぽい。やっぱり抜けたってことは赤ピンやね。どうしようかな。ライト持っていこう。これ変わった電球ってどうなん？これ強いかな、変わった電球って。持っていってみようか。これえぐいね、結構えぐいね、これね。レア度がえぐいね、レア度が。これみんな日本人っぽいね。相手が日本人っぽい、頑張りましょう。ラグい中。赤ピンっていうのはね、基本遠いっすね、場所が。日本じゃない。まあ日本人のこともあるけど、よっぽど回線悪くないと日本で赤ピンにならないんで。回収連動コツありますよ。キラーのあれ、救助ですかね。救助に関してはコツありますよ。キラーってね、持ち上げるときに2段階なんですよね。2段階モーション。拾ってから、持ち替えて担ぎ上げるっていう2段モーションなんですけど、2回目の2段モーション中の担ぎ上げ出してからつけるとちょうどっすね。隊長さんこんばんは。まあ、ラグいからできないかもしれませんけど、ライトつくのが遅いですよね、赤ピンやから。
0.5 秒ぐらい遅いかな。せーの、はい。ほらね、ちょっと着くの遅いでしょ。だから赤ピンの場合はあれかな、2段モーション入ったぐらいからやりだしたらちょうどぐらいなのかな。誰かこの辺回してるね。こうか。ほらもう屈伸できないですからね、屈伸。誰か壊してるトーテム。おお、ナイスナイス。カナブンさんこんばんは。グルートさんこんばんは。よく粘ったね、あの人は。あれだけ赤ピンキラーからあれだけ粘ったら上等やからな。マジラグいからな。ほらほらほら、めっちゃラグいっしょ。ほら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 、二段モーションでつけるんやけど無理。今のでもエイムもおかしかったな。あか、ちょっとごめんごめん。向こう行こう、向こう、向こう引っ張ろう。これ当たるじゃん。あかん、これ死んだわ、絶対死ぬわこれ。もう板をねまたぐのも遅いからね、間に合わないですよねあれ。粘った方が良かったな。でも板で。隊長さんこんばんは。見つかったら終わりやから。ナイス。シャキーン。丸うさぎさん、うさこさんこんばんは。間に合うかこれ。固まるな、こっちにつけたら。あ、そこにあるかな。
誰か追われてるっぽいね。あ、やばいやばい。ちょ、いけいけいけ。俺の方来るやろ。あー、マジか。チェキどこ行った？まだ僕はちゃんと飛べるな。てか回し上げた方がいいかこれ。なんか今の遅いね、遅い。エイムはあれぐらいの角度でいいんですけど、やっぱつくのが遅いから。すぐにつかないですよね、これ。やべやべやべ、ラグイラグイラグイ。あノーワンかい。これ死のうか。あ、離れてくれてるな。やばいやばい、ちょっと待って、これまだ死んだらあかんな。担ぐなら生きとこうか。あ、サンキュー、ありがとう。地下置いてあるんかな。あ、いけ、いけそう、いけそう。あ、ミリでノーワンがね、いいっすよね。さっきみたいになりますからね。ノーワンかいってなるからね。あ、アーカイブね。あ、そうや、アーカイブありましたよね。ラストさん、こんばんは。ウタさん、こんばんは。リュウさん、こんばんは。ちょっと待って、デイリーが終わらん。デイリーが早くジェフをやめたい。しなやかにするか。しなやかなかったっけ。あったあった。
あ、でもしなやか俺下手なよね。自分ね、一緒の窓枠を何回も使うっていう癖があるから、しなやかやったら逆に早くなっちゃってやりにくいんですよね。あ、でもしなやかにしようか。くちびるさん、こんばんは。これ読み方くちびるさんでいいですか？星さん。アーカイブはね、いや結構終わってますよ。結構終わってますね。あと5個ぐらいかな。多分ね。え、増えてないけど。さっき俺ジェイク助けましたよね、安全に。増えてないけど。増えてませんやん。え、8やったっけ？9でしたよね。いや、8やったんやろな。8やったってことにしとこう。いいね、クロちゃん。あ、丸うさぎさん、ありがとうございます。あ、綾瀬さん、多分じゃあ増えてますね。8でしたね。バナオさん、こんばんは。自分あれっすよ、闇の感覚使って発電機一発で終わりましたよ。しかも5台やりましたよ、5台。5台ともつけましたよ。腹出てるのに警戒にチェイスされるとムカッとする。 まあ、それ言ったら、ジェーンもね、ケツしかないのに、体の半分以上ケツやのに、走るの速いからね。クリーミーなアゴさん、こんばんは。あ、8でした、やっぱり。ごめんなさい。勘違いでしたね。俺思うんすけどね、これジェフ坊主やったらめっちゃ男前やと思いません？絶対坊主の方がいいっすよね。なんでロン毛なん？ スキンヘッドはちょっといかつすぎるから、坊主がいいっすね、坊主。アーティスト。あ、バンドマンなんすか？へえ。バンドマンなんや。坊主やったらイケメンやのにな。
ちょんまげスキン。デビキンみたいに上半身脱いでほしい。ちょっとだけ腹出てますね。メタボリックやね。あ、そういえばストレンジャーシングス全部見ましたよ。もう一気に見ました。めっちゃ面白かった。次が楽しみっすね。自分のね、好きなバンドのボーカルがね、こんなヒゲしてるんですよ。NG シーンありましたね、確か。ありましたね、NG シーンっていうか、なんか会話してましたね。あの、出演者同士で。マジかよ。エラー多すぎません？エラー。これでなんか解散されるんやったらまだあれやけど、これでなんかあれやね、ダメやったらガクッとしますね。藤谷さんこんばんは。ジャジャコさんこんばんは。
稲月さん、こんばんは。さっき言った自分の好きなバンド。めちゃくちゃかっこいいんで、まあ、知ってる人多いかな。こっちにかかってしまった。めちゃくちゃかっこいいっすよ、ほんまに。このね、バンドのボーカルがね、ほんま、ジェフの髪の毛を短くしたバージョンやねん。ひげがそっくり、ほんまに。登録しました。いや、めっちゃいい曲ばっかっすよ、ほんまに。あ、昔の方がいい曲多いっすね、最近より。儀式から脱出したジェフがボーカルしてました。こういうおしゃれな音楽を聴く人間になりたかった。人参さんは何が好きなんですか。あのね、ほんま昔の曲ね、全曲かっこいいんで、このバンドぜひ聴いてみてください。でね、あの夫婦でやってるんですよね、夫婦で。で、奥さんめっちゃ綺麗なんで、歌うまいし綺麗やし、一緒に歌ってるやつもありますよ、曲。奥さんもいい曲、あの声してますね。奥さんはデッドバイで言う誰やろ。あー、絶対ケイトやね、ケイト。ケイト系やね。めっちゃかっこいいっすよ。ゲームのサントラいいじゃないですか。サントラ自分も結構好きっすよ。ももさん、こんばんは。ジェフとケイト。ちょっと暇なんで自分のお気に入りの曲紹介していきますね。これ URL 勝手に貼っていいのかな、これ。これはね、ほんまあの車運転しながら聞くとあのノリノリですね。
ノリノリではないかな。合ってる URL。プライムビデオはどこでも見られるから、もう退屈な時間はなくなります。今すぐアプリをダウンロード。合ってるな。この曲もめちゃくちゃかっこいいですよ。絶対、あ、これ気に入ったっていう人いるはず。めちゃくちゃかっこいいんで。こっちの方がね、好きって人多いかも。ちょっとメタルも入ってるからね。めっちゃかっこいい。サビがほんまにかっこいいですよ。サビめっちゃいいっすよ。女性が歌うんですけど、サビめちゃくちゃかっこいい。タタラタタ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 タ。自分の車はこんなおしゃれな感じでは走ってないですね。こうちゃんこんばんは。大輝さんこんばんは。いや、俺の友達よりマシっすよ。俺ちょっとあのね、やばいっすよ俺の友達。あの、車がね、パンクして迎えに来てって言って迎えに来てもらったことがあったんですよね、一回ね、友達に。ありがとうって車に乗った瞬間、私のお墓の前ってやばいっすよほんまに。言ったもんね、迎えに来てもらって悪いけどこの歌はやばいやろって言ったから、突っ込んだからね。でもねやばいって思うっしょ。やばいって思うでしょ。奥さん、嫁さんめちゃくちゃ可愛いからね。美人やからね。その友達の嫁さん。めっちゃ綺麗な子を捕まえて、幸せに暮らしてますよ。まあだから、人間趣味はまあ関係ないってことやね。三四郎さんこんばんは。大輝さんこんばんは。いや、なんかそういう系の歌が好きなんですよね、その友達ね。森山直太朗とか好きやね。のし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 スプバを温存しながらのしのし。スープバー使う人ってこれ来たらどこに行くんやろ。ジャングルジムに行くのもったいないっすよね。あんまり距離取れないから、そこからそこまでやから。ヌープさんこんばんは。ユキキさんこんばんは。ほんまや、しなやかしなやか、ごめんなさい、しなやかになってましたね。あれ誰きな。これはつけ切りたいな。こうやったら音聞こえないから。
今勝ちって言ったから聞こえたかな。よし、あーここで失敗するか。やばいやばいやばい、間に合ってくれ、頼む、来んなよ。あーやあーいけんこれ、くっそ、話しながらやったよ、煙やったわ、最悪や。あー詰まってる詰まってる、あれイタチやったら最悪やな、先輩やな、もう屈伸しとけよっていう話やから。あーイタチ、はいイタチ、あいるよいるよ、ケイトいるわ。しなやかでさいなら、上から降ってくるの気をつけないとな、上から、上からマリコ、あーごめんなさい間違えた、上から豚、上からマンダ、えらい違いやね、つけ切ってたらもうこんなに苦労しなくてよかったからな。しなやか回復しろ、こがしなやか、おい、あこっちついてるね、これ下がってしまったな、向こうつけに行くか。あのしなやかのね素晴らしい使い方を見せたいんやけど終われないな、あのねしなやか上手い人めっちゃ使い方上手いからな。さんこんばんは、ホンデブーリンって何でしたっけ、チェイスうまっ、あれ誰やったっけ、ナンシーか、ナイチェすぎるわナイチェナイチェ、こっち側ないのか、あそこに位置であるね、あはげ、マジで、あちょ開け、開けさせて、俺デリーデリー、あれ逃げた逃げた、なんで、よっしゃこれ成功できるな、このねゲートを開くっていうデリー一番難しいっすよね、思いませんか、通電させないといけないし味方より先に開けないといけないし、取られたらダメっていう、しかもこれまたこれ開けたらあれっすよね、怒られますよね待っとこうここで、俺もこれほんま難しいっすよね、このデイリーあれ多分破滅やな、てか破滅があってこの通電スピードってやばいっすよね、まだあの脱出しろっていう方がマシやからな、
ゲートを開けよりね、これ一番厄介ですよね。これ張り付いとこも取られないように。あ、俺も救助行けませんよ無責任。あの人に教えてあげようか。こうやっとったら多分分かるからね、こっち寸止めやっていうの見てるやろ。行くかも。デイリーより仲間の命の方が大切やな。物足りないよね。物足りないですよ。目口持ってる？動いてるな、あの人。あれ？どこ行った？ちょっと待て、豚ちゃん開けやがった。ちょっと待って、俺開けに行くぞ、あっち向こう。ちょっと先にデイリー終わらしていいか豚ちゃんが開けた自分で。よしよし、頑張ってナンシー。これね、どうしよう、待っといた方がいいかな。一人で行っても救助できんからな。ただの命の交換になるだけやから。誰が外れたんやろ。え、うっそん。ああ、命の交換か。メグ終わりじゃん、あの子。終わりじゃないな。どうしようこれ。心音消してるね。もう一人どこいる？ちょ、合流しようか。あ、みんな来た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 。いける？ナイスナイスナイス。あー、ナンシー、どこ行った、ナンシー。時間がやばいね、時間が。これもうすぐ下ろさんときついな。いいや、もう出て出て出て出るんや出るんや出るんや、時間がないぞ。
けごま開けごま開けごま あ、出れますよ、罠ついてても。 YM さん、こんばんは。ムネさん、こんばんは。白犬さん、こんばんは。マスクさん、こんばんは。アハン兵法4アハン兵法4ね。よっしゃ、ジェフから解放された、やっと。あれあれ、なんやこれ、三角効かないやけどおーい、なにこれ、ボタン効かないやけど、これカーソルしか動かない。おーい、頼みまして。自分もこの前なりました。これ再起動案件、これ再起動案件ですか、これ。効かんねえ、なにこれ。あー、聞いた、動いた動いた動いたなんじゃこれ。私もなったことあります。世間はそれをバグと呼ぶんだぜ治ってよかった。もう、まあ、デッドバグデイライトやから何が起こってもおかしくないね。試合中になったら発狂っすよね曽根美さん、こんばんは。あ、スマチャクうまく使いたい。あ、じゃあは、しなやかか。まあ、やりたいこと分かりますよね。自分がやりたいこと。もしかしてしなやかない？あった。アハン兵法の乱。岸さん、こんばんは。実に調整やから60個全部使いますわいやでも実あれっすよ、仕様変更後も、仕様変更後も結構いいっすよ。あれ、あのどこにいてもフェイスウォーク使ったらシャーって言いますよね、全域に聞こえるんで、マップ全体に。だから発電してる人はちょっと隠れるかも。
女毛さんこんばんは。あー、それいいっすね。弱くはないけど、ベリレア使う価値はないかな。ああ、ですかね。ていうかね、運営極端っすよね。極端すぎるんすよね。強すぎたらめちゃくちゃ極端に弱くするからな。で、弱体化って言わんからね、運営は。調整って言うから。データ公開見ましたよ。ナースなんて見ました？低ランク帯のナース。ダントツ最下位でしたよね。違いましたっけ？てか、むしろもはやもう使ってる人がいないっていう。鳥ちゃん。使ってましたよ、さっき。そう、平均2人脱出になるように調整みたいですね。まあ全体的に50%やったらまだいいけど、赤ランクも50%になるように調整とかしてくるんやったら、てかもう、それやられた時点でもう赤帯キラーっていうのが存在しなくなりますよね。だって、平均2人で、ピップがプラマイゼロやったらいいけど、そもそも紫帯ぐらいからもう2人やったら絶対にエンティキー不機嫌になるから、10釣りで2人2作ぐらいじゃないと、それで多分ちょうどプラマイゼロぐらいから、まだキラー強すぎるって言ってましたよね。でね、サバイバーの査定はいいと思いますよ。まあ、甘いとは思うけど、いいと思いますね。だってね、チェイスが苦手なサバイバーもいてくれないと、例えば、さっきのね、ナンシーみたいな、チェイスがうまい子ばっかりが赤帯にサバイバーいたら、まあ、そもそも、全滅それないし、釣り回数も稼げないから赤帯いけないっていうね、キラーが。だからサバイバーの査定を厳しくすると、また強いサバイバーしかいなくなるから、キラーはまたやりにくいっていうのがあるから、サバイバーは今でいいと思いますね。ただもっといろんな人が、いろんなキラーさんが赤帯に来れるぐらいの査定にしないとマッチが悪いっていう。いや、正直キラー厳しいと思いますけどね。キラーランク査定そんなに厳しいとは思わなかった。でも鳥ちゃん、いや、上手い人はね、そう言うんすよ。でも全体的に考えて明らかにね、目で見て分かりますよね。赤帯キラーが少ないっていうのが。目で見て分かることやから。ということは、一般的には、厳しいっていうことなんですよね。もちろん、俺もそうっすよ。俺も個人的にはもう毎回ランク1まですぐ行くから、キラーやってたら。まあそんなに厳しくない。全滅取ったらピップ2ぐらいもらえるし、簡単に赤帯いけるなとは個人的には思いますけど、でも全体的に見たらやっぱり、
ね、赤隊キラーが目で見て少ないからやっぱり厳しいんやろなっていう。あとそもそも自分が赤隊キラーまですぐ行く理由っていうのがやっぱりあれですよね、チェイスの苦手な人もいてくれるから全滅取りやすくていけるっていうの。毎回毎回そんなチェイスの上手いガチガチって言ったらあれやけど、チェイスが上手いサバイバー来たらもうお手上げっすよ、お手上げ。やる気満々いや、マッチングシステムはね悪くないと思うんですけどね、あのキラーがいないですよ、高ランク帯にキラーがいない。昨日ね、俺久しぶりに、あ、昨日違うわ、ちょっと前に久しぶりにサバーガーでやってみたらめっちゃマッチしたんで、サバイバーもう10秒かからんすよ、マッチまで低ランク帯だから。もう高ランク帯にキラーが単純にいないですよね。あとね、前もツイッターでも言ったんですけど、あの仕様変わったでしょ、なんかパーティーで行った場合、あの一番ランクが高いサバイバーにキラーのランクを合わせるっていうのに変わりましたよね。あれのせいでなんかもう高ランクキラーの取り合いなんですよね、いろんなところで、いろんなところで高ランクキラーを取り合いしてるから。どこ回す？鳥ちゃんマップなんやけど。さあ、クラウン、こっち。ピーピーさっき無理やり変わっていくってやつ。ああいう時はね、あの先に行かせてあげましょうね、あの負傷者の人を。マイさん、白玉さん、ナナチャミさん、こんばんは。キラーパンダです。パンダ。レディーファースト。ランダムマッチとランクマッチどうでしょうね。まあ、例えばランダムマッチは BP はもらえるけどランクは上がらないみたいなね。
でもいろんなのを作ったら余計加速はしてしまいそうな気もするな。よし、こっちや。パンダ、パンダさん、パンダさん、パンダさん、ピー、ごめんよ。あ、これここ使えるかな。しなやかの、しなやか上手い人こういう使い方するんですよ。持ってくれないかな。これね、上手い人ね、これ先に倒しといてから弱いと、あ、壊した弱いと先に倒してしなやかで逃げていくっていう上手い人。どっちみちこの板で粘ってもあの一発絶対食らうから。命の交換しに行くか。ボルタイです。お子さんとまずい、お子さんとまずい。あの人も助けたいけど。しなやかつけたことない。あの人の壁入りに行こうか。あー無理やった。3人で壁入る。みんなどうする。どこ行ったみんな。あー無理やな。なんか相手してくれんねん俺のこっちも。なんでやねん。パンダちゃん、あのね、距離があるうちに弱い板を倒してしなやかでピューンって逃げていくっていうのね、俺やられたことあるんですけど、嫌いやってて、うわーこの人うまいなと思ったね。その後めっちゃチェイスされましたからね。うわーこれいける。あ、ミスった。ミスったな。ボロタ。お、フラン、こっちこっちこっち。落ちないでくらん。あーまたネア行った。もういやネアチ向こういたな。ネアチ来てる来てる。先行って先行って。オッケーオッケーオッケー。順番順番。ジェイも根性あるな。あとこっち行こうか。あ戻った。
近くいないな。追われてるかあの人。帰ってきた帰ってきた帰ってきた、すぐ帰ってくれすぐ。こっち来いこっち来いこっち来い、こっ こっちどこやマンダ。やばい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 、そこ板ないもんな、板ないもんね。ちょっとラグいな、これピン悪かったんかな、ちょっとラグいっすね。があるのに不滅があるんですけどね。ラグいなちょっとやっぱり。反応が遅い。死のうか。ボッチさんこんばんは。エンチャンターさんこんばんは。ひもかげさんこんばんは。ザコダウンしましたね。ザコダウン、もっと差があると思ったらめっちゃ近かったな。アーカイブ終わった。パンダ感ゼロ。ダイラのオブセあですね。よし、もうちょいもうちょい、次はパーク植物学の知識と医療キットを使って他の製造者を負傷2回分。これはなんかいけそうやな。パークが見えつけていかないとな。一発で終わらせよう。一発で。召喚植物学どこだ、どこだ植物学。2回分あるんかいな。2回分もありましたっけ。これ持っていかないといけないね。これ何回分、これ基礎チャージは24、16ってことは無理やね。これじゃないと無理か。あでもセルフケア持っていったらいけるんかな。緑でもまあええかも、これでいいかも。32もいるんですか。32もいるんですか。じゃあもうこれアドオンつけないと無理やな。
医療キットに16。16ってことはこれとこれでいけるね。キラーさんすいません、アイテム持ち込み。あ、これで増えますね、ほんまに。確かに、え、セルフケアでも増えますよね。効率が 20% 上昇。あ、これは自己治療か。自己治療の時だけか。よし、これでいこう。念には念を押して、何これ、こんな、え、こんなどうあんの。スキルチェックでグレートを出すと 150% の追加ブラッドポイントを獲得やって、こんなあるんや。知らんかった、これ皆さん知ってました。これ BP 稼げますよ、これ。でもグレート150の 150% か。あ、そんなにか。でもそんなにやね、そんなに美味しくはないな。いるめ、アドオンつけているめ。なるほど、 We will make it。 一応これ持っていこう。 こっちにしとこう。まあ、たまにはいいやろ、ガチガチのやつつけていっても。スキルチェックの発生率がかなり上昇。チムチムさん、こんばんは。全然美味しくなくて笑いました。お金稼ぎます。衛生兵、オペレーター生存術。皆さんいろんなパーク使ってますね。ジャックンさん、こんばんは。ルージュさん、こんばんは。これなんて呼ぶんやろ、これズル？ズル？フィガー？ハロージャストミートさん、おやすみなさい、ごゆっくり。今日2個もランク下がりまして、切断扱いやね、それ。切断すると2個下がるんで、切断扱いになったかもですね。マイクラぼちぼち進んでますよ。今日はちょっとやってなかったっすけど、またどんどんやりますよ。僕にもお小遣いください。
アンディさん、こんばんは。お、エクスドさん、キラーやってるんすか？いいっすね。チキンダブルさん、それあれね。H さん、H さん、ヒロスケさん、いいお尻だ、言いますよね。いいお尻だ。この前ね、この前あれっすね、あの、デビキンのケツ見ながら、いいお尻だって言ってましたよ。いやいや、デビキンのケツなんか見せんでええよって思ったけど、面白かった。めっちゃ面白かった。デビキンのケツ見せてね、いいお尻だ。鳥ちゃん、ありがとうございます。サンタマリアさん、こんばんは。あ、マックいいっすね。マック PS4 でも回転できますよ。回転小僧、回転これが一番癒されるね。これキラーにやられてへこんで帰ってきても、これ見たらもうにっこりやる。キラーリハビリ中。マコニャンさん、こんばんは。サバのアーカイブ進めるの面倒い。ジュズリンは強いっすよね。いや、これは可愛いっすよ。これ欲しいっすもんね。俺これに2000円でも買うかな。リアルに売ってたら2000円でも買うかも。救急キット2人やってくれるかな。ガチャガチャやったら当たるまで回すね。あの、キラさん、フランクリン、あの、ちょっと勘弁してもらえますかね。フランクリン、ちょっとお願いします。グラタンさん、こんばんは。釣らぬなら釣るまで待とう、サバイバー。プレイグで来るかも。プレイグやばいな。昨日マコニャンさんマッチしました。ありがとうございました。昨日やってたんですよね、配信外で。ホームズさん、こんばんは。メガネはどこだっけ。え、レリー？嘘？レリーでした？キラーのレリー指定か。ティン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 かな。ティン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 。全能レース？ゴスフェか。まあ、誰が来ても嫌やな。
よいしょ、フレームレート高い。これは止めやすい。あ、やられてる。これは止めやすいわ。誰だ誰だ誰だ、マイケルに1票。レースではないですね。でもマイケルっぽいな、あの動きね。あれマイケルっしょ、あれ。うわー、マジかい。マジっすか、コロクやん。パチスカコロクって知ってます？あ、びっくりした。びっくりしたね。びっくりしたな、もう。サンキュー。きっとやり遂げる。ネアチも許してくれるやろ、あんな。あんなん捕まれてしょうがないわ。追われてない方、どっち？追われてない方。こっちやな、追われてない方。ちょっと、回復させて。ミースケ、回復させて。二人分。やらして、お願いします。早いっすよ。よし。ひよーはーって聞こえた、後ろで。ひよーはー。ラブタ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 。こっち側板なさそうやな。さあどうするかい、これ。よいしょ。はい、あぶね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 。くっそ、引っかかった。2釣り目かも、早から。達成できそうにないな、1試合で。ティさん、こんばんは。シジさん、こんばんは。あ、近くにいるのか。ひはあ。ありがとう、ジェン。ひ、はぁ、あ、これ俺誰や、ちょっと待て。怪我してる人どこいる？ロッカー入った、ロッカー。怪我してる人どこ？あ、全員怪我してるのか。バレてない、バレてない、バレてない。ちょっと回復させて、回復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 させて。早いんすよ、もうアーカイブを終わらせたくてしょうがない人。ちょ、あの人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 。お、逃げますね、先に。えい。ごめんなさい、今の一緒につけとったら回っとったな。
来てるこれ来てるな。全然信用せんかったやん。パットさんこんばんは。魅力的なタイトル。もうですけど、もうお手さんこんばんは。終わってないよなこれ。え、終わった終わった終わった。終わってる終わってる。いいぞいいぞ。アックツボンバーさんこんばんは。終わってくれたね。よかったよかった。あれアダム怒ってるやろな。なんで一緒に回さなかったって。あと2つ。これは？あ、目くらましか。いいね。目くらまし。何？不明なエラーって。また押せないですけど、あ、押せた。あ、タップゲージか。へい！ライト持ってったら怒られる？ライト。ライト持っていたら怒られそうやね。切られたら無駄やからね、時間がね。せっかく5分も10分も待ってコソドロで行くか。ライトでもあんまり出ないからな。鍵ばっかりっすよね。鍵ばっかり。輝くコイン。よし、こっちで行こう。不明なエラーは不明なんですよ。モバイル版やってるんですか？ギグさんこんばんは。そう、鳥ちゃん出ないっすよね。ライトコソゾロで全然出ないからな。いやマジで、あの鍵とマップばっかり出るんすよね。ウルトラレアのマップと鍵ばっかり。セブンさんこんばんは。そうそうそう、地下の場所がね分かるんで。私はライトばっか出ます。コソドロね、つけない方が出るかもしれないですけど、つけとかないと、あの探すのに時間かかるんですよね。だいたいマップでどこにあるかわかるけど、たまになんか的外れなところにあったりするから。あとね、あとツイッターとかで見たんですけど、あの目くらまし難しい難しいって言ってる人は、なんか普通に走ってるキラーに向けてやってますからね。あれ入りませんよ絶対。それは難しいわっていう。どんだけライト上手い人でもあれは入れるの無理やから。あの
平の視点が固定されるところでやらないといけないですよ。板壊してる時とか窓枠越えてる時とか生存者を担いでる時とか発電機蹴ってる時とかそういう時にしないと入らないんで。めっちゃ面白かったけどね。どんだけこのアーカイブ難しいねみたいなこと書いて、なんか走ってるキラーに向けてる人いて、めっちゃ面白かったです。ああ、そうですね、はちみつさん。ライトっていうのはあまりヘイト高くないから、まあ、順番的に嫌な順番、鍵が絶対一番嫌やと思うんですよね。鍵が一番嫌で、マップが次に嫌で、いや、マップはまあ、ええか、工具箱が嫌っすよね、工具箱。鍵、工具箱、マップ、救急キット、ライトかな、個人的に。あ、もっこさん、どんまいでーす。道のど真ん中の罠に引っかかって、あ、それあれやね、え、こんなとこにっていうね。俺もたまにありますよ。動画の中のガンナーさんのアドバイス集動画、タコリンさん、こんばんは。香港？あ、ヒトさん、あれっすよ。緑マップは、あれっすからね。なんか、アドオンつけないと役に立ちませんよ。発電機ぐらいは見えるんかな？あのね、よくキラーに、切られちゃう人、工具箱持って行ってませんか？工具箱2人いたらもう切るってキラー結構多いんで、持っていかない方がいいですよ、なるべく。時間もったいないんで、切られちゃうと。あのね、まあ確かにね、あるもの使って何が悪いのっていう感じはあると思うんですけど、やっぱりね、やっぱね、発電が早いからね、本当にこのゲーム。あ、タコニーさん、了解です。まあね、その持っていってる救急キットが違うわ、工具箱が、まあ、例えばこれだけ、まあ、ここに溜まってくるし、いらないし持っていこうっていう思ってこれだけ持っていってても、キラーさんからすればこれが何か分かってないから、例えばね、これがね、こんな感じで持ってこられたらもうマジやばいから。どれかな、こんなのが2人いたらもう話にならないんで。これが2人いたらほんま実質6人ぐらいいるぐらいかな、最初序盤に6人いるぐらいのペースになるから。だから工具箱は嫌がる人が多いっすね。てかね、昔のね、今これ弱体が2回したんすよ。弱体が2回したんすけど、あの一番最初の頃のこれ、自分がねデッドバイデイライト始めた頃のこれ、どんな効果やったか知ってます？マジやばいっすから。昔めっちゃやばかったっすよ。だこれに、みんなこれにね、ボロボロの工具箱にこれつけていってたんすよ。これを
どういう効果があったかっていうと、発電機に使うと一瞬で治ってました。1秒でピョーンってやばいでしょ。だから4人で持っていったら、一瞬であれですよ、ゲームが始まって10秒か15秒ぐらいで4台つくんですよ、パーンって。やばいっしょ。あ、ちょっと待って、これ赤瓶やから赤瓶やから持って行ってもええやろ。いいもの持っていこうか。セルフケアいるね、セルフケア。結構ピング高いからな、400ぐらいやろ。きついな、さっきよりラグいね、さっきの赤ピンより。めくらまし5回アーカイブさん来たんすか。あ、セブンさんおめでとうございます。明太子さんこんばんは。5回はしんどいね。もこさん多分ワンマッチ5回やと思いますよ。猫を使って一度も釣られずに脱出しか4人処刑きついな。なんだそれ。あ、ちなみにあれっすよ、アーカイブ4にあれっすよね、ライト救助を1回の儀式で2回しろっていうのありますよね。そんなのあれ、キラーさんが毎回壁向いたらどうすんのって話やん さすがに2回は食らわないやろ、高ランク帯のキラーでライト救助。あ、複数回の儀式で OK。 あ、それやったら簡単やね。僕は2回食らいましたよあれやね、先生とヤスさんと3人でやってる時にリージョン相手に5回ぐらい決めましたね、1試合で。あれはかわいそうやったけど、みんなに怒られましたもん、やめてあげてって赤ピンやからな。板壊してるときが一番やりやすいかな。スカイボーイハロー、激横プンプン丸
板ないやんけこのマップ板ないですやんか。せーの、はい。遅いね、やっぱり 0.5 秒ぐらいね。おめでとうございます。こんなとこ回したら一番に見つかりそうやな。何あれ、トラッパーか。あれどうしたあれぐらいかちょっと早めにつけた。あと1回、あと1回、あと1回。でも2回食らってくれんやろ絶対。あーちょっとつくの遅かった。エイムも悪かったな。近いと難しいですよね。もうちょっと下やね、あれ顎ぐらいに当てないと、中心を。あの赤ピンやったらあれやね、あの2段モーションに入った瞬間ぐらいにつけたらちょうどやね。覚えとこ。誰か終わりだした。帰ってきた、もしかして。どこにいるあれ。あ、フェイスキャンプしてるんや。あかん。俺は、うわ、ラグイラグイラグイ。あれ帰ってるな、帰ってきてるわ。あれめっちゃ早く押したけどな、デッドハード。あ、でもあれやね、助かったな、ドワイト。ミニーさん、こんばんは。一回全開しようか、みんなで。おい、ちょ、反応しないで。
け出してるわ。どこいる？回そうか。そこつけようか。ラグそう。めっちゃラグそうやな。見てなかった。もうちょっと待って、俺もう降りた瞬間デッドハード押してるんやけど間に合わんねんけど。やば、無理や、あのチェイスに入ったら無理やね。シェリッシュさんこんばんは。きついっすわ、窓枠もすぐに飛び越えないしね。でも通電いけそうやな、これキャンプしたら多分あの二人回しきるやろ。合図遅れるもんな、ラグすぎて。お、通電させろ、通電させろ。全然手を挙げてくれないからね、ラグすぎて。あ、ナイス、いいぞ、いいね。もう開けて出ていいよ。二人とも開けて出ていいけど、ね、そう、引っかからへんか、大丈夫か。あ、後ろいらん。ラグそう。ちょ、引っかからんようにしてんとな。あー、マジかよ。マジか、今のあれっすからね、俺デッドハード押したからね、デッドハードマジで出んねんけど。罠ってあのデッドハードで超えれるんすよ、罠。デッドハードがとにかく出ない、終わらんかったな。今の超えてたら逃げれたんやけどな。PS4 マッチングめっちゃ遅いですよ。多分あのこの世にある全てのオンラインゲームで一番遅いと思いますよ。どんなに滑走滑走のゲームでもこんなに遅いのはないですよね。分からんけど、自分が知らないだけであるかもしれんけど。
あのね、でもね、低落体はマッチめっちゃ早いっすね。もうすぐマッチしますね。サバイバーはね、逆なんすよね。高落体はキラー早くて、低落体はキラーが遅くて、で高落体サバイバーは遅くて、低落体サバイバーは早い。逆なんすよね。亀井さん、こんばんは。さっきの街の手元動画、あれやな、編集したいな。いや、ほんまに。どのタイミングでデッドハード使ってたか。ほんまに出なかったっすからね。最後、残念でしたって言おうとした瞬間引っかかったからな。デッドハード出なくて。金時さん、かもめさん、あだださん、こんばんは。え、低落キラーも早かったっすか。あのね、プレイ人口はいると思うんですよ、たくさん。このゲームね、まだまだ人気あると思うんですよね。こんなね、俺みたいなチャンネルでもね、370人も見てくれてるんで。ターボーさん、こんばんは。緑サバと当たります。マッチング早くなるためにはもっとキラーさんのランクの進行度を緩和するか、もっと得点をつけないといけないですね。ただね、運営が言うには日本だけらしいですよね。日本だけらしいですよ、この傾向があるのは。でもね、言わせてもらいますけど、日本人がいなくなるゲームって絶対終わるからね。思いません？どのゲームもそうですけど、日本人がいるゲームはめっちゃ繁栄してるし、日本人がいないゲームも加速ってますよね。言っても日本人って裕福な国やから、日本って。他の国に比べれば裕福っすよね。だから効果、日本人効果結構高いと思うけどな。日本人大切にした方がいいと思いますけどね。あとね、あれなんですよ、日本人ってレベルが高いですよね。ゲームめっちゃレベル高いですよ。世界でもトップクラスですよね、日本人って。器用やから、日本人っていう、のは。だからそのやっぱり上手い人がいるゲームがいる方が楽しいから。今はもう日本人に、日本だけじゃない、世界的にキラー不足。じゃあ運営はもうちょっとなんか考えないといけないですよね。あのね、いや、あの運営もね、金儲けが仕事やから、
あれ、わかるんですよ、運営がしたいことも。やっぱりサバイバーを大切にしたいのはわかりますよね。だって4対1のゲームでしょ。サバイバーがたくさんいた方が、スキンとか売り上げ4倍ですからね。だから、サバイバーの人を大切にしたいっていうのもわかるけど、ただそのせいでマッチングが悪くなったりとかしてるからどうかなっていうね。どんなんでしょうね。一時的にあのめっちゃ儲けるのと、細く長く売り上げ伸ばし、売り上げを続けていくのどっちがええんかっていう話ですよね。いや、マッチしなかったらやっぱり人は減っていくし、でもサバイバーの人は逃げれて楽しい楽しいって、今の環境やったらね、逃げられることの方が多いから、楽しい楽しい、このゲーム楽しい、スキンも買おうって売り上げは上がってるかもしれない。よいしょさん、こんばんは。めっちゃ楽かったっすよね。ありがとうございました。柏原さん、こんばんは。なんだかんだやりますけどね、神ゲーだから。それね、ただ何でしたっけ、デッドバイデイライトの運営が作ったもう一個、デスガーデンでしたっけ、なんかあれらしいですね、サービス終了ってらしいですね。久しぶりにキラーランク2と当たりましたね。赤帯キラーいませんよね、本当に。サービス終了って、サーバー残さないのっていう話ですよね。他のゲームなんかもう人がいなくなってもサーバーは置いてくれてますよね。みほさん、こんばんは。キラーの AI 出たらとかってどう思い、ああ、多分面白くないと思いますね。相手が人間じゃなかったら。オンラインゲームってやっぱりあの対人やから楽しいですよね。あと多分あのバランス難しいと思いますよ、あのキラーが AI っていうのは。強すぎるか弱すぎるかどっちかになると思いますね。世界同時接続人数53人。やば、それはやばいね。枝豆さん、こんばんは。カジさん、こんばんは。キラー弱体がね、いらないですよね。誰か運営に就職してくださいよ、デッドバイデイライトの。就職してちょっと言ってください。そう、学習能力あるから強そうですよね。いや、ほんま中間ぐらいの設定って多分難しいと思いますよ。めっちゃ強いかめっちゃ弱いか。だから単純に言ってナースやったらもう毎回ドンピシャにブリンクしてくるか、もう的外れなところばっかり行ってるか、どっちかっすよね。何これ、ちょっとピング悪いな。
あ、将棋囲碁も AI のが強くなりましたよね。ジムラのね、時代はね、もう将棋のソフトとかめっちゃ弱かったんですよ。自分は将棋好きで、スーパーファミコンの時代なんですけど、スーパーファミコンのね、将棋のソフトをめっちゃ持ってますけど、もう全部余裕で勝てるからね。でも今となってはもう、その AI の方が強くなったから、もうプロ棋士も負けますよね。鳥ちゃん、就職しよう。森田将棋持ってますよ、森田将棋。森田将棋、あれやからね、難易度一番難しいやつでもあれやからね、こっち、飛車落ちでも勝てますからね。とにかくあの時代の将棋ソフトは弱かった。ピコさん、こんばんは。金沢将棋はこの前俺配信してましたよね。ライト出てくれよ。もう1時半か、早いね。よし、これで、このマッチで、ライトの目くらまし成功したら終わります。いいな、それ、値引き。それちょうだい。それ欲しいっす、持ってるの。交換せん、これと。このボルト、オンボルト。クラウンか。ボロはいらんか。 ボロじゃねえかって言ってる今。ピー。ゲームウォッチ。ちょ待って、デビキン、これくれてるんやけど、ライト。神かよ、あの人。光ってないな。ここは？ここはない。よし、パンダ相手に。橋のあれから使うか。あれ？あ、いたしか。いた、壊してほしかったな。交渉成立。 交換成立。フレームレート高いな。スキルチェックめっちゃ止めやすい。デビキンや、デビキンや、デビキンや、デビキンや。デビキンを助けたい。イエーイ。 よし、あと1回、あと1回。今のタイミングですね。分かりました。2段階目で持ち上げ出してから当てるっていう。ピー。
あ、こっち来た、こっち来た、こっち来た。うわ、ちょっと待って待って待って。それはきつい、それはきつい。小屋でやろうか、小屋。絶対壊さなあかんから、これ、小屋。でも、霊障が。よし、これいけるぞ、これいけるぞ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。よしよし、終わった、終わった、終わった。練習終わって、もうちょいで終わる、もうちょいで終わるから。もうちょいで終わりますから。よしよし、終わった、終わった、終わった。長い長い長いっすよ。ナイスー。あそこで調達してるな。あ、いた、向こうやった。最悪。お、めっちゃ壊してくれるね。長い。これ一発食らうかな。大丈夫か。これあと1台くらいいけんか。オポチュニティ、強いオポチュニティ。板まだまだあるな、この辺。来てるね。また来てるね。あ、見失ってる。よかったよかった。開けてください。寸止めやね。よかったよかった。出れる出れる。あ、ノーワンや。そこ光ってる。開けて開けて開けて。ノーワンノーワンノーワン。光ってる光ってる。危なかった。霊障ほんまきつかったね。
緑ノーマンでしたね。あれでしょ、デイリーでしょ。パークもあれやったから。板めっちゃ、サファケーションピットね、板めっちゃ増えたんすよ、ほんまあれ、最悪っすよ、あのマップ。中央ジャングルジムが、なんか5連で並んでるし、結構きついっすね。狭いっすけどね、発電機固まりやすいんやけど、もうちょっとでもなんか長くチェイスされると、でも固められなくなるんで、で、結構すぐにはダウン取れませんよね、あのマップね。へっぽこさん、こんばんは。武田さん、こんばんは。よし、じゃあこれで今日は終わりましょうかね。でも、さっきの出引金あれっすよね。ライト効果したから助けられましたよね。よかったよかった。じゃあ皆さん、今日もありがとうございました。お疲れ様です。おやすみなさい。